はい、やってまいりました。イタリオの音楽堂です。ゲストは先週に引き続き、マサラ、そしてディスクのイヤさんです。はい、どうも。よろしくお願いします。おばです。おばです。この配信は夜なので、ね、はい、間違ってない。おばですね。はい。そして、あれ、サツが前回は気づいちゃった。はい。さっき着替えちゃったけど。まあ、でもね。どうも、おはるです。おはるさん T シャツ。これは、まあ、来年の1月予定している。予定ね。おはるさんの。まあ、予定は未定だからね。まあ、そうですね。応援企画のイベントは5日間ある。1日増えたんでね。それは？はい。なんか、血取り出るとか出ないとかっていう噂もちろんこれはどうなることは。まあ、予定は未定だからね。だからね。なんですけど、その、まあ、おはるさんの応援 T シャツを着て、今回は配信させていただきたいと思います。俺は着てるよ、結構。着てますね。そう、お店、あの、バイト先の店で誰か。バイト先で。まあ、あの、ビアさんが、やって、はい、毎週日曜日。確かに、自粛やってる、黒猫で。各所にあるナンバーリーというお店ですね。あ、黒猫で止めちゃったね。黒猫ロンドというお店で、はい、まあ、いざ美味しいフレンチトーストいろいろありますね。そちらもチェックして、そこで来てます。来てますね。はい、来てます。広めるためにおはるを広めるために来てますね。で、おはるさんのイベントのね、はい、来年あるというそのお話もあるんですけど、先週は、はい、9月16日、うん、いよいよ迫ってきました。はい、リアさんのバースデーイベントについてお話をいろいろ伺いました。さあ、今週はそのバースデーということでして、うん、まあ、リアさんも、50歳だね、やばいね。帰る。横横だよ。いや、そんな商品。商品。さあ、はい、そしてバンド活動も彼これね、高校からぐらいですか。そうだね、バンド組のコピーバンドは高校からやってるし、オリジナルをやり出したのは18だから、さあ、そんなリアさんのバンド人生をですね、はい、先日同じくマサラの、はい、ドラムのケイスケさんが48歳8周年を記念した、コンピレーションアルバム「太鼓の」「太鼓の」「来た太鼓の」「来た」を発表されまして、うん、まあその中からもちろん、はい、さんは、ね、相方としてリズム隊の相方としてお付き合いになる、はい、この1枚と共にリアさんのバンド人生をちょいちょい振り返りながら当時の話せる範囲での話をしましょうか。分かんないか。いや、でも正直この、はいはい、出来上がったやつを聞いて、はい、まあ俺ケンスケ17歳ぐらいから知ってるから、はい、なんかその消せらせるって言ったかなって、はい、その頃から知ってるわけですよ、はい、なんかもうあ、頑張っとったなっていうのをずっとなんかもう泣きそうになっちゃって、あ、出来上がってたなと。もちろんマサラね、そのマサラも。いや、まずまあちょっとじゃあ出会いからいきますか。そのマサラも含めての出会い。何の出会い？もうマサラの出会いいきましょう。マサラの出会い？はい。だってあのマサラも結成の話とかメンバーさんそれぞれしてるんですけど、飯屋さんから見たマサラの話って、あのね、はい、まあ17歳から俺ケースしてて、俺は19歳か。はい。で、まあ俺はまあその年上だったんで、まあ先輩バンドじゃない。で、一人金髪がいて、うわ、俺ヘブイザっすよみたいなことバカの言い方にね、それがケースです。で、その時は俺明太系のビートのバンドやってて、ビートの通称、まあ、今そう、あの、アップビートとか、そう、アップビートとか、ロッカーズとか、ロッカーズ、ルースターズとか、はいはいはい、一人だけお化粧してやって、で、ビジュアル系をやったり、で、誰かいるかなと思って、この金髪のビートみたいにいるじゃん。探したんだけど、捕まんなくて捕まんなかったので、捕まんないからじゃあ俺ら東京行こうと思う考えてたら、ケースにから連絡があるんで、もういや、ビジュアル系のバンドやりたいんだけどマジボンみたいな。そうです、当時の、まあ、博多区その福岡の状況だと今と違ってビジュアル系だけないないない、タイバーのもちろんなかったけど、そのビジュアル系がいなかったからオケバンらしきものはいたかなぐらいの。お化粧がいるんだけど、ジャパメタで化粧する人たちとか、はいはいはい、そういう分類でビジュアル系ですって言ってる人はほぼいなかったんじゃないかな。カニボスの頃博多のそのバンドですよ。あ、でもビジュアル系ドームとかって聞いてる。あの当時だとブリザードとかそういうメイクしてちょっとなんかメタルみたいな感じですよね。そうそう、だからジャパメタの流れでもね、だからビジュアル系をなんか大事にできるっていうの
のっていなかったから、すごいやりとりで、で、ケイスケさんが、まあ、もちろん携帯電話もまだ、一応携帯電話あったから、あったね。で、なぜかケイスケが連絡で、いや俺探しとったっちゅうねみたいな。ああ、もう出ましたね、出ましたね、みたいな。だからもう探してて、携帯電話を見に来てくれってなって、はい、当時のドラマ。当時のドラマ。ドラムっていうの狭い箱があるね、一番最初100人ぐらいしかいない。で、そこに見に行ったら、まあ、ビシュビシュな人たちがいるわけで、こうやって、秀樹とかも髪の毛、こんななっちゃって、こんななっちゃって、で、ドラムも、ケイスケも髪の毛立てて、で、ベースの人は、単発で、腕まくりして弾いてたけどね。その当時のベースの方は、そうそう。えらいワイルドな、純粋の方が、そう、めっちゃそうなの。普通、髪の毛、まあ、全員がやってると思うけど、はい、まあ、シュウスケもいて。ああ、そうですね。まだ俊さんは高校生でもベースの人だけが普通に T シャツジーパンで腕まくりして弾いてたから、なるほどねみたいな。一人じゃなんていうのパンクロックみたいな感じで、謎なバンドだったけど、まあまあ見てまあ、はい、まあケンスケが今の方に面白そうかなと思って入りましたね。カッパさんと俺ともう一つマダラっていうあのギタリストを同時に誘ってて、はい、で2人で入ったの。まあ、大変でさ、まあ、まず対バンするってなったらまず4目で対バン相手からもやっぱりそうだね。まあでもジャバメタの人とかやっぱ多いよね。でもロック関係も多いからまあいろいろやってて、で結構ほら古い気質の人たちもいるから結構バカにされたりもするわけよ。ないよないよしみたいな。でも金銭好きだからもうやってたらまあバンバンそうですね、人気が出てどうやってやるか。本当に福岡でビジュアル系のシーンを認知っていうか作ったのはやっぱそれはそうだね。もうその九州っていうことやつ場を作ったんだと思う。違う大変だけどねそれまで作るまでもマジでもういろんなもう一般人から白い目で見られそこで髪の毛染めるなんて田舎じゃないんだからさ。まあいないですね。そう金髪じゃないけど一匹ピンクみたいな緑って紫ってことになるわけですよ。はい、からやおばあちゃんで言いますよ、たまにおばあちゃんで言うけど。で、またすごい田舎だから、はい、例えば若いからさ、旅行なんてことあそこで、はい、髪の毛がもうその色してるのは僕しかいないの。見バレってやつですね、今風に言うと。街中バレてるわけですよ。今風に言うと見バレですね、はい、髪の毛。もう今いい時代だなと思って。東京だとほら、もういろんな髪の毛の人いるから。いや、俺じゃないよって言える、うん、でも、当時の福岡は俺しかいないわけだよ。断定早いですね。断定早い、もう一瞬して噂が回るわ。お前やろって言うわ。そういう現場作って、まあいろいろ本当結構ね、白い目で見られたりとか、あと偏見っていうか偏見とかがやっぱ田舎だから。東京だともうようやくビジュアル系っていうのが90年代後半からすげえ盛り上がってたから。でもそれってやっぱなんかメディア、今みたいにウェブが広がってないし、情報はやっぱ口コミとか多いから、やっぱちょっと1年間かかるんでね、当時は。今一瞬だけど、はい、それで、まあ、ビジュアル系の東京の人たちがタイマーで呼べるようになったり、自分たちがそれこそ行くようになったわけですよね。まあ、それも結構何年か経ってるじゃないですか。あ、何年2、3年も結構、仕事が強いみたいな。長さ、もうそれこそ九州全体を回るようになったりとか、まあ、九州近郊もあったりとか、あと広島とか、まだ大阪はその後ですね、大阪行くと。そうそう、だってもう最大今遠くてもその時は広島ぐらいなんですよ。でその時あのジードっていうあのあーはいそうですジードね、はい、次あのテーマスマスターのはいボーカルさんボーカルさんがやったバンドともなんかその時から長い付き合い長いですねめっちゃ長いね。でもその当時から知ってるの仲良かったのはマスケラとジード。あーマスケラのミサそうミジンのことすごいかわいい。だから一番最初の九州以外のそしてね、今でも九州だけで、まあ、九州のビジュアル系の、まあ、長崎からとか、もちろん、ちょっと今の活動の人は R 視点とかね。ああ、R 視点。もろもろ、まあまあまあ、でも九州初で、そんで、あの、礎を作ったっていうのが、やっぱ、まさか、まあ、いいんですね。乗ってきた時に結構、うちらは、下の面倒を見ずに、東京行っちゃったから、まあ、そこはもう、なんか、どうなんだろうね。
まあ、後々にでも、でもそれで九州の礎を作ったっていうことから、頑張ったね、はい、頑張りましたよ。 いっぱいお酒も飲みましたよ。その話なんですね、やっぱり、はい、やっぱり、まあ、もうお酒飲み方でのし上がってるんだっていう。よくね、あの美術と対談の時も言ってたんですけど、拳ではない、拳ではない、お酒なんですよ結局。打ち上げとかね、そう、打ち上げとかでいっぱい飲んで、はい、飲んだら売れるぞ。あるけどそんな売れなかったの。いや、そういうこと言わなくていいです。あと舐められないっていうのもあったじゃん。ああ、そうだね。なんかもう、田舎もあってたんじゃないかね。島根。ああ、君、ああ、そこが非常にいるんだ。はあ、みたいな感じだね。結構頑張ってますけどね。それ、やれ、打ち上げになったら、やっぱり、あったね。でも、最初、やっぱこの接待だからさ、うちら、九州に来てくれた、まあ、感じですけど。ああ、どうかどうかです。ああ、そうか、そうか、そうか。で、まあ、そういう、さ、まあ今うちのリスクに僕らやったら小泉は痩せたかった男子とかも最初はなんかちょっと険悪なバンドだった。そうだったんですね。そうだよ、ザ・東京のバンドだったから、ね、まあそうですね。カメロンのこの間っていう出し方もそうだよ。うちらとかも九州生まれでナンバーシュートみたいな、なんかそんな感じで、もう東京弁とかみたいな感じだな。お手振りもらすのみたいな感じですよね。うちらに飲んだら息とおこしてパーソナルここまで長いですけど、そんなね、リスク、はい。そして先ほども言ったチーム、チームで、チームでマスターのマスターツーマンライブがございます。あります。まあ私から説明させていただきます。現在、まあコロナ禍でどうなるかわからないんですけれども、現在決まっている感じでさせていただきます。9月16日、4日後でございます。恵比寿にありますクラブエイムにて、リアさんが活動されてて、ボーカルは伊達氏の大蔵さん、そして、先ほどアルバムも出ました、ケイスケさん、はい、そしてシンさん、シンさんでやってるリスクと、はい、以前の番組にお越しいただきました、デレフ、はい、そしてツトモさん、はい、そして、最初に中に入ったジンさん、シンさんが、活動しているバスターとツーマンライブがございます。はい、そして、こちらは、配信、そして有観客とライブになっております。詳しくは予定では予定ではなんですけれども、逐一何か変更があった場合は、リスク、そして、それぞれメンバーの、ツイッターがございますので、そちらで確認していただいて、チケット料金、会員時間なども、あと視聴方法などもすべて配信されますので、ぜひチェックしてください。ということですね。またこちらでもね、まだそういうのがあるらしいので、まあセカンドプレスが出てるんじゃないのか、はい、その頃には、はい、なのでこちらを持っているかもしれないです。これね、太鼓と太鼓の周年にエリアさん4曲4曲弾いてますので、こちらもぜひチェックしてください。はい、本当にして、そうそう、お時間でして、ありがとうございます。1週目は真面目に語った分、2週目は懐かしい話がたくさん出ましたね。はい、ちょっと酔いも回ってきて、ちょっとよく分かんなくなってきて、大丈夫かな。大丈夫です。大丈夫ですか。また顔赤いですね。また赤いですね。ヨガさん暑いと思う。さあ、最後に見てる方に一言お願いします。はい、ちょっと9月のイベントとかやっちゃうんですけど、まあ一応頑張ってバンドを続けていきたいので、いろいろ模索してるので、ちょっといろいろお付き合いください。また現場でお会いしましょう。あともう一つあります。はい、なんですか。9月19日に追加で、あ、追加であるんですよ。決まりました。はい、サンギリアのヘブンドアっていうところで、あのマルチメミックというのをライブが、ケンジさんですね、ケンさんのバンドの、デブベースに弾いてるんですけど、それも決まりまして、それもこちらよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ゲストはリーヤさんでした。ありがとうございます。よっ、それでは次回の音楽をまた来週。Tokyo Borderless TV